初日は2着でしたが、昨日は自力のまくれを打ちまして快勝でした。2番尾崎睦美が2番手。3番手には地元3番山原さくら。初日はまくり、そして昨日も仕掛けましたが、直線やや強風の中2着に敗れております。4番手には4番岡山の三宅愛理、3着4着の勝ち上がり。そして6番の田中舞が中段、5番の佐藤明子、7番荒牧さとみは1着2着の勝ち上がり、現在最高峰です。さあ鐘が入りまして、展開の方は1番吉村さやか、2番尾崎睦美、3番山原さくら、4番三宅愛理、6番の田中舞ですが、5番の佐藤明子、少し動き配取りましたが、その前に6番田中舞が叩きそうです。3番山原も前に出ました。さあ6番の田中が最終ホーム先頭です。これに地元の3番山原さくらがうまく2番手キープ。1番の吉村さやかが3番手、一方5番の佐藤、そして2番の尾崎睦美ですが、初日同様意味は詰まっております。そして7番車の荒牧さとみも後方はまくりますが、番手まくれ落ちました。地元の3番山原さくら、追走は1番吉村さやか、その吉村も強引に外からまくっていきますが、山原が少し粘り腰を見せます。その後ろから2番、7番、2番手インコースアウトコース分かれて4番、5番、6番、最高峰です。さあ地元の山原、しかし外から1番車の吉村さやかが伸びてくる。1番の吉村、2番の尾崎が迫ってゴール前、両者1番2番でしょうか。